猿のキングと田原猿のキング事件は、1982年3月28日、中央競馬の中山競馬場で開催された、重傷競争第31回スプリングステークスにおいて起こった、八尾町の疑惑にまつわる騒動である。同レースの一番人気は、猿のキング、二番人気は萩の噛むよであった。レースでは、猿のキングが、出走馬11頭中の最後方、 しかも10番手の馬からさらに20馬身ほど離れた後方の位置からレースを進めた。逃げる萩のカムよにとって理想的なスローペースとなったため、そのまま楽々と逃げ切って優勝した。一方、猿のキングは向こう正面からロングスパートを仕掛けたが、レース中に骨折した影響もあってか、先頭には追いつけず2着争いからわずかに遅れた4着に敗れた。当時、 ひすみひろきちとともに、萩ぎのかむようを共有していた、中村和夫は、猿のキングを共有する場所でもあり、本賞金の足りない萩ぎのかむように、さつき賞の出走権を確保させるため、猿のキングを恋に、後方からレースを進ませ、負けさせた、という疑念が、マスコミやファン、関東の調教師から巻き起こることとなった。猿のキングに騎乗していた、田原誠樹は、 これは決して八百町ではないという弁明に終始した。実際、関西圏における猿のキングのレーススタイルは広報待機策であり、関東圏に進出した共同通信杯と弥生賞では引っかかって先行する競馬をしていた。そのため、関東圏の競馬ファンは猿のキングは先行馬という印象を強くした。当時の競馬メディアの情報網は現代とは違い、ターフビジョンなどで 関東と関西の両レースを間近で見ることができないなど、東西の情報が競馬ファンの間で錯綜することは、日常茶飯事で、関東圏のファンが持つ猿のキングの印象と、関西圏のファンが持つ猿のキングの印象が違うのは、当然といえば当然であった。田原と中村義雄管理長教師は、引っかかって先行する競馬をしていた猿のキングを見て、このまま、 引っかかったまま競馬をしているようではクラシックではとても戦えないと思い、客室を本来の後方一機の先方に強制すべく、スプリングステークスでそれを実行した。ちなみにこの年の三冠レースはことごとくランペースとなっており、田原の懸念は的中した格好となった。後に田原は自らの著書で、向こう正面でペースが遅いと判断したため、徐々に上がるイメージで歯みを、 少し上げたところ猿のキングが過剰反応し一気に引っかかってしまったと説明している。また、田原の頭には広報待機策の末足で関東圏のファンをあっと言わせるという考えもあったという。その結果が広報からの極端なレースぶりにあったとされる。いわば田原の過信が原因の一つとされるが、この件に対しては田原の所属旧社の谷八郎や 武ケ彦が擁護した。また、田原の性格を考えれば、そのような依頼や指示をすれば、逆に田原は、ハギノカムうに完全と攻めかかるだろうという見方も、あり、関係者の間ではそれほど疑念は発生しなかった。しかし、そういう事情を知らないファンからの疑念は、晴れることがなく、田原はその後長年にわたって、関東圏の競馬場において、 猿のキング事件に関するヤジや罵声を浴びることとなった。猿のキングはこのレース中に重度の骨折を発症したため、クラシックに出ることなくこのレースを最後に引退している。この骨折に関しても嘘の情報ではないかとマスコミは、競馬界側に詰め寄り、競馬界は前代未聞のレントゲン写真の公表に踏み切る。しかし、レントゲン写真の公表が予定されていた時間より3時間。 遅れたことによりさらに疑念を深める結果になってしまった。この事件については、競馬関係の記事や読み物など、また執筆担当者によっても様々な呼び方をされている。猿のキングの逆噴射、田原の逆噴射というのも同じくこの一件を指すものである。逆噴射とは、もともとはジェット機の操縦方法に関する用語であるが、折しも年月に、 日光羽田沖事故が起きており、発生当初の報道においてその事故が、機長がなぜか着陸直前に逆噴射の操作をしたことが原因であると報じられて、以降、不可解な行動を指す用語としてこの区断の発生の時期に日本社会の各方面で流行語となっていたものである。ただし同時に、競馬ファンの間では、逃げ馬や勢いよく追い込んできた馬が失速し、 多群候法に落語することも逆噴射と呼ぶ。ありがとうございます。